セルヒオ・ヘルマン・ロメロは、アルゼンチン・ミシオネス州出身のサッカー選手。無所属。アルゼンチン代表。ポジションはゴールキーパー。ラシンクラブのユース出身で2007年2月11日の CNE は地下5戦でデビュー。6月に行われた FIFAU-20 ワールドカップには、全試合にスタメンとして出場し、優勝を勝ち取った。この活躍を、 ルイ・ファン・ハール監督に代われ、国内リーグの試合出場わずか5試合のみだったが2007年3月28日に、オランダの AG アルクマールへと移籍することが内定した。しかし、2007から08シーズンはボイ・バーテルマンとヨエリドリさんに次ぐ第 3GK であった。2008から09シーズンからは所属する AG でも主力に定着し、 出場した28試合のうち18試合で、クリーンシートを達成。28年ぶりのリーグ優勝に貢献した。2011年8月19日、セリエ B の UC サンプドリアに移籍。8月26日のカルチョパドバ戦でデビューした。しかし、その後9月に故障で1ヶ月ほど離脱し、アンジェロ・ダ・コスタにポジションを譲り、 チームも一時は三部広角がちらつくほどに低迷したが、年明けになると徐々に息を吹き返し最終的にはプレイオフ圏内の6位に入った。プレイオフでは、US サッソ走ロカルチョと AS バレーゼ1910相手に後セーブを連発。見事両者に勝ってリーグ6位からの大逆転昇格を果たした。2013年8月16日、AS。 モナコへのレンタル移籍が決定。2015年7月、マンチェスターユナイテッド FC に自由契約での移籍が決定し、3年契約を結んだ。2016から17シーズンのリーグ戦では、ダビド・デ・ヘアの控えとなったが、UEFA ヨーロッパリーグでは、スタメン出場し、決勝でも、オランダのアヤックスを無失点に抑え、大会初優勝に貢献した。 2017年7月17日、マンチェスターユナイテッドとの契約を2021年まで延長したと発表した。なお、1年の契約延長オプション付き。2019年夏、デフェアが退団した場合に、正 GK をロメロが務める可能性が報じられたが、デフェアは残留したため、控え GK の立場は変わらなかった。2020から21シーズンは、 ディーン・ヘンダーソンが復帰し、第3次理系に降格したため、遺跡を志願した。しかし、エバートン FC などからオファーがあったにもかかわらず、クラブは認めなかったため残留させられることとなった。これについて、ロメロの妻は苦言を呈している。同シーズン終了後、クラブからの対談を公表した。2008年には、北京オリンピック U-23。 アルゼンチン代表のメンバー入りを果たすも、オスカル・ウスタリの控えに回る。しかし、ウスタリが準々決勝のオランダ戦で負傷したため、続く準決勝のブラジル戦と決勝のナイジェリア戦に出場。2試合を見事無失点に抑え、金メダルの立役者となった。2009年に A 代表入りしたが、当初はフアン・パブロ・カリーソ、マリアーノ・アンドゥハルに次ぐ。 第 3GK であった。しかしカリーソが不審に陥り、さらにカリーソからポジションを奪ったアンドハルもミスが多く、出番が回ってきた。2009年9月9日の2010フィーファワールドカップ、南米予選パラグアイ戦でスタメン出場し、その後最終節までゴールマウスを守った。ワールドカップ本大会でも正 GK を務めたが、ドイツに敗れ、ベスト8で敗退した。 母国開催のコパアメリカ2011でも、政治系を務めたが、優勝したウルグアイに敗れ、同じくベスト8で敗退した。2014FIFA ワールドカップではクラブで控え状態が続いていたことからパフォーマンスを不安視する見方もあったが、最終的に決勝までの7試合で4失点に抑え、チームの準優勝に貢献した。特に、準決勝のオランダ戦では、PK 戦で、 ロン・フラール及びベスレー・スナイデルの2本の PK をストップし決勝進出の立役者となった。2018年負傷で FIFA フフワールドカップロシア大会行きを逃した。兄はプロバスケットボール選手のディエゴ・ロメロ。プロバスケットボール選手の傍ら、フロリダ州立大学にも通う大学生でもある。妻はモデルのエリア・ナゲルシオである。ありがとうございます。